はい、皆さんこんにちは。テリオンのゲームのお部屋へようこそいらっしゃいませ。ということで続きやっていきましょう。テイルズオブシンフォニア、はい、ということでね、シンフォニアなんですが、実はですね、私先ほどですね、いわゆるラスボスですね、倒したんですよ。ところがですね、エンディングでね、まさかのバグが起きて進まなくなるっていうねこんなのね、もうゲームプレイしてたゲームプレイ史上ね、ありえないことですよ。だからクリアしたことに ならなくて、あのね、ずっと安定したままね、あの進まなくなっちゃったんですよ、エンディングが。でそのせいでね、もう一回やり直すことになりました。ということでね、戦いに挑みましょう。もうね、先の展開は知ってるので、もう私はもう何とも言えないんですが、ね、前回とはじゃあ戦うメンバーを変えていこうかなと思いますね。うん、ね、プレスヤの代わりにね、ジーニアスを入れようと思います。で、作戦をですね、プレスヤの代わりじゃなくてゼロスの代わりにジーニアス入れようかな。その方がいいかもね。あ、いや、ゼロスは必要か。うん、そうなってくるとどうしようね。このメンバーで戦えるかどうかちょっと怪しいところもあるけど、このメンバーでじゃあ行ってみようか。で、作戦は、離れて術を使い回復してくれ。うん、これでいいかな。うん、これで戦えるんじゃないかなと思うんですけど、うん、術技は任せた。うん、あんま近づいてほしくないっていうのもあって、で、あ、どうかな。これね、防御がですね、光に対する耐性がね、一応プレスヤのこのプリズムガードっていうのがあるので、やっぱプレスヤかな。いや、このメンバーで行ってみるかで、これね、なんかね、ロイドのこの称号をですね、時空戦士に剣士にしておかないとね、いけないんじゃないかという、その剣は永遠を約束し、輝きは時空を超える、終わりと始まりをもたらすものの称号と、これにしといかないといけないんじゃないかというね、説がどうやらあるらしくてなので、それでやっていこうと思います。そして R2 に入れるのは、先生ですね、リフィル先生の、リザレクションですね。で、L2 には、ジーニアスのメテオスウォーム、これを入れておきましょうか。よし、じゃあこれでいきますよ。私勝てるかどうか分かりません。前回は勝てましたが、今回はどうなるかなってとこだね。じゃあいきまーすもうね、戦っちゃってるし、ストーリーも見ちゃってるから、新鮮な反応は少しできませんが、うん、頑張っていこうと思いますので、よろしくお願いします。さあ、やってまいりました。帰る。私は帰る。ミトス、僕の話を聞いて。戦うなんてやめよう。世界を統合するために大いなる実りを返して。帰る。私は帰る。様子がおかしいですね。おかしい。まるで人形みたいだ。何？わざわざ運んでくれてありがとう。ようやく融合できたよ。ご苦労だったね。うん、コレットのクルシスの奇跡はね、取れなかったんだよね。くそ、そういうことだったのか。ミトスの奇跡がくっついてたのが取れなかったんですよね。それがこういう結果になっちゃったと。ミトス、マーテルはもう亡くなったんだよ。嘘をつくな。姉様は生きている。僕もこうしてクルシスの奇跡に宿っているように。それは生きているんじゃない。無期生命体に体を奪われてるだけだ。それの何がいけないんだ。何？どうせこの体に流れているのは
僕たちを差別する人間とエルフの血だ。そんな汚らわしいものは捨てて無期生命体になった方がマシだよ。無期で言ってるのか。そうだ、見ろ、無期生命体になれば姿形や成長の促進も思うがまだ。みんなが無期生命体になればいい。前にも言っただろう、差別をなくすには全ての命が同じ種族になるしかないのさ。お前は根本的に間違ってるぜ、ミトス。差別ってのは心から生まれるんだ。そうだよ、ミトス。相手を見下す心、自分を過信する心、そういう心の弱さが差別を作るんだと思う。お前だってそうだろ。人やエルフを見下して家畜扱いしてさ、それは心の弱さだ。このままでは無期生命体になっても変わらんな。差別はいくらでも生まれる。じゃあハーフエルフはどこに行けばいい。どこに行っても疎まれる。心を開いても受け入れてもらえなかった僕たちはどこで暮らせばよかったんだ。どこでもいいさ。ふざけるな。ふざけてなんかいない。どこだっていい。自分が悪くないのなら堂々としてればいい。それができなかったから僕らの居場所が欲しかった。あった。被害者面は良くないぜ。そのお題目でお前がやったことは到底相殺しきれない。あなたのしたことで数えきれない人々が無意味な死に苦しめられた。その人たちの痛みをあなたは感じていますか。人は変わるものよ。たとえ今日が変わらなくても1ヶ月後、1年後と時間が経つうちに必ず変化が訪れる。全ては許されないかもしれません。でも償うことはできます。あなたの中にも神様はいるでしょう。良心っていう神様が。許しを請うと思っているのか、バカバカしい。神様なんていないよ。だから僕は僕の理想を追求し続ける。僕の居場所が大地になく無期生命体の千年王国すらも否定するのなら、僕はデリス・カーラーンに新しい世界を作るだけだ。姉様と二人の世界を。さあやっていきましょう。誰一人何もできはしないのさ。魔術。さて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 、まずはジーニアスに使ってもらう。どうしような。この場合ゼロスかな。ゼロスに使ってもらおうか。ほいっと、ほいっと、ほいっと、ほいっと。さあ呪文が入ったり、でもちょっと呪文が止まっちゃうからあれ微妙かな。ほいっと。さあ当たるかな。メテオスウォーム、あ、そこそこダメージ当たってる気がするな。うん、まあジンニアスにとりあえずガン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 使ってもらうしかないからね。魔法ね。先生はもうリダレクションだよ全部。ロイドはもう基本的には攻撃。ほいと。ゼロスがちょっと微妙なんだよね、立場がね。よいしょ。おっと、ゼロス君が、おっと、メテオスウォームはいいけど、先生が、あ、先生が閉じられてるか。
これがね結構めんどくさいんだよね。パナシーヤで封印を先生解除してもらってほっで先生がよいしょロイドが技が使えなくなってるから困る。ここはゼロスは自分でパナシーヤ使ってくれ。よいしょで先生がここで術技でリダレクソンの後にリペキュレートを、ジュニアスに使ってくれ。ふん、痛いね。ほいと、これでガードしといて先生痛いな。やっぱりこのメンバーで戦うときついかもしれないね。先生回復頼む。ゼロス、ロイドが攻撃に出れないからゼロス君に、パナシーヤを使ってもらうか。ほいと、よーし、ありがとう。あ、でも2万9000か。やっぱ強いか、魔法がね。メテオスウォーム、これがめちゃくちゃ強いからねすげえダメージ当たってるよね、どう考えても、うおー、よいしょ、痛い、ほい、メテオスウォーム。さあ、ロイド君が倒れそうだぞ。ほいっと、ほっ、ほっ、ロイドゼロス君に聞かせてもらうか。ほいっと、ありがとう、間に合った。そしたら、先生がまたもや、リキピレードを使いつつ、ほいっと、ゼロス、先生間に合った？間に合ってない先生、くそ、どうしような。ゼロス、先生がゼロスにパナシーヤを先生にかけて、とりあえずもうちょっとしかないでしょ、6000でしょ、あと。ほっ、あ、そうか、ジーニアスが止められてんのか。ジーニアスが止められたら困るな、魔法格が違うんだよ。うわ、これはまずいぞ。ロイド、まずい、これは全滅の予感がする。大丈夫か。ジーニアスに、じゃあロイドを引き返してくれ。で、うおで、ロイドがゼロスを生き返そうか。もうちょっとでしょ、4000か。ジーニアスが魔法が使えるようになってるか。よいしょ、ここで突っ込んでもいいぞ。ほいほいほい、ファイヤーボールはいかんなユニゾンアタックのところに、これはファイヤーボールじゃダメでしょ、どう考えても。メテオスを見えとかないと。ほいと、よーし、僕の世界が、まだ終わりじゃない、まだ終わりじゃないと。グレードはマイナス 2.0 に、料理はもちろん使う、フルーツポンチ。さてさて、突っ込んできますよ。まあでもね、負ける気はしないね。ほいと、了解よ、ほっと、見せてみな、ほいと、よいしょ。そう、ジーニアスが最後まで唱えきれないか、それは困るな。それは困るんだよ。よし、ほいっと、メテウスオムさえ入ればとりあえずなんとかなるから。ほいっ、ゼロスはとりあえず回復に回ってくれ。ほいっと、サンキュー。よし、ゼロスじゃなくてロイド君はもう一回倒してるからね、
放置してはダメよ。ほいちゃん、うん、よーし、よいしょ、ロイドはひたすら天召喚だよ。ゼロスと全然ダメージ当てられないからね。よいしょ、これで戦ったらもう余裕でしょ、正直。よいしょ、さてロイド君はまたパインを使いつつ、よいしょ、もうちょいじゃない、1万1000か。よいしょ、うん、ジャッジメント痛いけど、ほっ、水に飲まれるとかじゃなくて、水に飲まれちゃダメだって。よいしょ、魔術る気だぜ、うん、よし、そこは回復してくれ。さて、なんか全然ダメージが足らないからパンに使いつつ、ほいっと、うん、当たってる？いや、強いな、ジーニアス。ミトス、さよならだ。さよならだ。ミトスの、わからずや。うん。なんかちょっとセリフが違うな、最初と。バカ野郎だぜ。うん。さあ、勝てましたね。つかジーニアスが強すぎる。こんな呪文があったのか。さっきよりも格段に楽だもんだって。ミトスが、アリシアと同じです。クルシスの奇跡がある限りミトスは生き続けます。そしていずれは奇跡に支配される。ミトス、もうお前たちの正義ごっこに付き合うのはごめんだ。さっさと奇跡を壊せ。でないとデリスカーランは離れていく。ミトス、お前、早くしろ。僕も僕ではなくなる。ロイド、ミトスを助けて。ミトスのままで行かせてあげて。わかった。さよならだ、僕の影。僕が選ばなかった道の最果てに存在するもの。僕は僕の世界が欲しかった。だから僕は後悔しない。僕は何度でもこの選択をする。この選択をし続ける。ここに俺たちの世界にいてもよかったのに。バカ野郎。古き契約の主は消えた。新たなる契約の主よ、この剣に何を願う？二つの世界をあるべき姿に。you
戻ってきたのか。何が起きたんだ。あんたたち、願いは叶えた。しかし、くさびがない。くさびがなければ大地は死滅する。どういうことですか。もともと世界は滅亡を防ぐために二つに分けられたのだ。あるべき姿に戻れば世界を支えるマナーは不足する。大地は消滅しようとしている。そんなごたくはどうでもいい。それよりどうしたら大地を守れるんだ。二つの世界を支えるため大地をくさびとする。大地の滅びを防ぐにはそれしかない。大樹カーラーンを目覚めさせるんですね。そうか。ロイド、急いで。デリス・カーラーンが遠くへ行っちゃう前に、大いなる実りにデリス・カーラーンのマナを照射しないと。よし、頼む、エターナルソード。すでにデリス・カーラーンは大地の引力圏を離れようとしている。これを引き止めることはかつてのユグドラシル、ミトスすらできなかったことだ。それでもやるのか。あ、エクスフィアで強化していても体が持たないだろう。それでも本当にやるのか。やるったらやるんだよ。やんなきゃどうしようもないだろうが。承知した。どうしてだ。マナが弾き返されちまう。大いなる実りが死んでしまっているんだわ。待て、行かないでくれ。頼むから目覚めてくれ。エターナルソードも消えちまったのに。エターナルソードが。よかった。これが最後の願いだ。エターナルソード、大いなる実りを目覚めさせて。頼む、頼むから目覚めてくれよ。お願い、目覚めろ大樹カーラン。Thank you.
私はマーテル、そして大いなる実りそのもの、人々の希望が、そしてロイド、あなたの希望が私を蘇らせた。あなたがミトスの姉さん？いえ、ミトスの姉であったマーテルは私の中の一人に過ぎません。私はマナーそのものであり、大樹そのもの、大いなる実りに吸い込まれたたくさんの少女たちの象徴、大樹と寄り添うために誕生した新たな精霊、そして種子は今私と共に新たな目覚めを迎える。これが大樹カーラン。すごい、とても大きくて綺麗。これが大樹の未来の姿。でも今はまだ小さな芽。このままではすぐに枯れてしまうでしょう。どうしたら大樹を守れるんだ？この大樹を慈しみ愛すること、その約束が果たされる限り私もこの木を守りましょう。約束する。もしも木が枯れそうになっても必ず俺たちが食い止める。ではロイド、代表としてあなたにお願いします。契約の証としてこの大樹に新たな名前を。え？大樹カーラーンはかつてエルフがこの大地にやってきた時、彼らを守る者としてここに植えられた木。新たによみがえったこの木はエルフと人とその狭間の者すべての命を守る存在だからこそ、この木には新しい名前が必要です。ロイド、名前を決めてよ。私たちみんなの木に。この木は世界をつなぐくさびなんだよな。よし、決めた。この木の名前は、はい、ということでシンフォニアエンディングロールに無事入ることができました。いや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 、この木の名前はって多分ね、ミトスっていう名前にしたんじゃないかなって思うんだよね。いやー、これね、今ね、いろいろこうスクショ撮りながらね見てるんで、うん、うまく喋れないですけど、うん、こうね、パソコンに手を伸ばしながらね喋ってるんでね、なかなかこうエンディングロールを見ながら喋りたいのができないんですよね今ね。エンディングロールしっかり見終わってから喋ろうかな。これ多分ラフ画像みたいなやつだよね。あ、ユニコーンだ、懐かしいね。うん、シーナ。いやー、最後のさ、終わり方めっちゃ綺麗だったよね。うん。ん？ジーニアス。本当にね、ロイド最後さ、あれ羽生えたじゃないですか。あれってロイドのお母さんアンナっていう人だったけど、アンナも天使だったんじゃないかなっていう。ね、結局、マナの巫女だったんだよね。ロイドのお母さんも多分ね。だから、コレットとロイドと、ね、一緒にいるじゃないですか。クラトスとアンナも多分同じ関係だったんだよね。だからロイドは羽が生えたんでしょ、最後。多分そういうことだと思うんだよね。これもし2周目とかで、またあらすじとか出てきたら、それで見れるんじゃないかなって思うんですけどね。うん。これ、みんなのその後が描かれてたりする。あ、ゼロスかっこいいな。これ、なんか、サムネにしたいな。
これみんなのその後かもな。あんまり意識せずに見てたけど、いや、その後じゃないか。途中だね、途中の話だね、多分ね。どうかな。ゼロス君、その格好まずいって。あ、シーナ。シーナもね、だいぶストーリーにかなり絡んできてるね。ほら、これ最初のさ、希望の街ルインでさ、鬼ごっこしてたのがシーナだよね、これね。で、これ、あ、これあれじゃん、再生の塔でさ捕まった時のシーナだよね。でこれは口縄と対決しに行く時のシーナで、これとか言って、この世界観すごいな、やっぱシンフォニアね。シーナもちょっとなんかオクラトスかっこよすぎでしょ。これ何、いつの時のクラトス。うん、かっこいいねクラトス。あー、これはオリジンと契約する時のクラトスか。そしてユアンクラトス。おーっと、プレセア、プレセアが笑ってる顔ってあんまり見たことないからさ、すげえなんか印象的だね。本当は多分このお父さんのところでね、技が手に入れられてたんだよね。これもロイドを逃がす時のね、先に進んでいく時のあれだったね。なんか風の谷のナウシカのさ、なんかこうラフ画みたいな感じだな、雰囲気が。リーガルと戦ってた時のね、幻想に惑わさ、幻惑に惑わされてた時のプレステアだよね。リーガルイケメンすぎんだよな、本当に。これでさ、会長でしょ、とんでもないお金持ちでしょ、しかも。世界をね、テセアラの世界にほとんどのね、多分関与してるね、レザレのカンパニーっていう会社のね、会長だからね。でもリーガル短かった。出てくるのがミトス。ミトスもね、10人目の仲間みたいな感じだったもんね。レアバードに乗ってね、助けてくれたもんね、ミトスね。本来ならね、助ける必要なかったのにね。ああ、ユグドラシル、本当はこんな顔だったんだね。寝てるじゃん。あ、これあれだね、グランテセラブリッジでジャンプしていくところだよね。うん。ホワイトアナルソード。いろんなこう、あ、これあれだね。コレットが喋れなくなった時、壁紙じゃなくてサムネにしたシーンだよ。って、うん。はい。そしてこれはいつのシーンだ？あ、いいね。この最後の。いや、素晴らしい終わり方でございました。テイルズ・オブ・シンフォニア。これでどうなるかな？お、エンドロールというか。ただいま、おばあさま。巫女様。おばあさま。私、もう巫女じゃないよ。そうじゃの、コレット、よくやったの。おかえり、コレット。ただいま、お父様。そうか、クラトス様はデリスカーランと共に最果ての旅へ出るか。お前たちはどうするね、イセリアトエラへ帰るのか。いいえ、私たちはまた新しい土地を目指します。少しでもハーフエルフたちが受け入れられるように世界を回るんだ。苦しい旅になるの。疲れたらイセリアという故郷に帰ることができます。あそこは僕らを受け入れてくれたから。ただいま、みんな。シーナ、無事で何よりだ。おめでとう、シーナ。
めでたくなんかないよ。私たちの目の前には新世界が広がってるんだ。棟梁の起こしたイガグリ流をみんなに知らしめないと。ああ、いつか口縄が戻ってきた時のためにもな。そうさ、みんな頑張ろう。瑞穂の里を立派な隠密集団にするために。ほら見ろ、教皇なんかが出しゃばって俺様を追放したりするから世界が大変なことになったじゃねえか。では巫女よ、どうするというのだ。元シルバラント領のイセリアに和平の使者を送るんだよ。使者？誰を使いに出すのだ。瑞穂の里のシーナがいいんじゃないか。因縁があるんだから。死の使者から平和の使者か。嫌とは言わせねえぞ。マーテル教会をどうにかするまでは俺様まだ巫女の権力を持ってるんだぜ。アリシア、私やっと自分を取り戻したわ。やっと時間が動き出したの。あの16年前の夜から。ねえ、信じられる？私28歳になったのよ。おかしいね。アリシアと話していたのか。はい。先ほど鉱山の一部を破壊した。これで新たなエクスフィアが採掘されることはないだろう。よかった。リーガルさんはこれからどうするのですか。我が社の総力をもって復興に協力する。新たな世界づくりのために。私も協力します。アリシアもパパもきっとそれを望んでいると思うから。本当にデリス・カーランへ行くのか。クルシスのハーフエルフがいては他のハーフエルフたちが住む場所を失う。この騒ぎの責任はクルシスの生き残りとして私が負うべきだ。俺はこの大地に残されたエクスピアを回収する。そして私がクルシスの所有していたエクスフィアたちを宇宙に流す。結局最後までお前を巻き込んでしまったな。そんなのはいいけど。そろそろ行くぞ。その剣で我らをデリス・カーラーンへ運んでくれ。さよなら父さん。お前は私より先に死ぬな、ロイド。私の息子よ。母さん、父さんは行っちゃったよ。これでよかったんだよな。止めなくてよかったんだよな。ロイド、おめえ本当は一緒に行きたかったんじゃないのか。いや、俺には俺のやるべきことがある。父さんには父さんのやるべきことがある。それにここには親父もいるしな。そうか、ならわしはもう何も言わんよ。母さん、父さんの剣は母さんのそばに置いていくから。じゃあ行ってくるよ。はい、ということでこれにてテイルズ・オブ・シンフォニア終了でございます。いやー、非常にね、ゲームクリアデータをセーブしまーす。お願いしまーす。ちゃんとセーブできるかな。セーブ画面来いよ、ちゃんと。ここでバグか？うわ、乗り越えた。危ねー。いやー、一回バグでね、落ちてるんでね。ラスボス倒してエンディングでバグって、それやめてほしいよね、本当にね。
いや、素晴らしい作品でございました。テイルズ・オブ・シンフォニア。うん。なんだろうな。やっぱりこう、テイルズは、ね、一応クリアしてるのが、グレイセス F ってやつではクリアしてて、それだけかな、はっきりクリアしたのはね。その時のエンディングとは、まあ全然違う感じの終わり方だなっていうイメージは、記憶がなんとなくありますね。さあ、これで出てきたのが、カスタマイズとかが少し変わったのかな？これは変わらないかな？うん、これか、サウンドテスト。これがね、新しく追加されたっぽいですね。BGM。テイルズ・オブ・シンフォニア。うん、これでも流しちゃったらちょっと著作権的ないろんなものが出てくるかもしれないので、まあ、ここは、まあね、個人的に、まあ、楽しませていただきたいなというところで、クリア後の特典っていうのがね、多分あると思うので、まあ、もしかしたらもう一回ね、やるかもしれませんが、ちょっと見ようか、クリア後の特典ね、どんなものがね、出てくるかっていうのはね。いやー、本当にね、まあ、少し感想も述べながらね、お話しさせていただこうかなと思っておりまして、ね、一応どうしような、カスタマイズのところで止めとこうかな。これ置いといたら勝手にね、どうしよう、まあいいか。クリア後の特典としては、タイトル画面のメニューにゲームレコードが追加される。追加されてないぞ。どういうこと？一般データレコード、戦闘データレコード。もうサウンドテストは出てるけど、うん。クリア後にセーブしたデータをロードするとグレードを使って様々な得点をつけた状態で2周目をプレイすることができると。ほう。まあ、とりあえず今回はね、これで終了ということにしましょうか。またいろいろね、そのクリア後のね、なんかこう、変わったことっていうのがね、コンティニューで見たら出てくるかな。あ、クリアデータか。なるほど、なるほど。じゃあ、クリアデータ、一回ロードしてみようか。どうなるかな？この方が、画面が止まらないから、こっちでやった方がね、私としてもやりやすいんですよ。いろいろ喋るのもね。ゲームクリアおめでとうございます。ゲームクリア時のグレードを使って様々な条件でゲームを開始することができます。余ったグレードは持ち越されます。また、今回使用したグレードは、次回クリア後に買ったものが売却されて自動的に戻ってきます。うん。何？料理引き継ぎ、エクストラスキル引き継ぎ、エクストラジェム引き継ぎ、好感度上昇。術技引き継ぎ。ちょ、待って。これ、経験値10倍。以上の、データを引き継いで、新しくゲームをスタートします。よろしいですか？いいえ。終了したいんだけど。新しくゲームするつもりないんだけど。ちょっと、まあ、セーブはするつもりはないから、まあ、一応、やるつもりみたいな感じにしといたらいいのかな。クリアデータ、称号引き継ぎ、何引き継ぎしといたらいいのかな。新しくゲームをやるつもりはないんですが、うん。術技引き継ぎの方がいいんじゃない？これ。1000でしょ？ 1507。戦闘情報。一番いいのこれだよね。多分やるにしてはね。プレイ時間とか引き継いでもしょうがないもんね。アイテム30個。アイテムも30個。装備品を引き継ぎしてほしいんだけど。うん。コンボ命。経験値2倍。ああ、こんなのもあるのか。経験値2倍か。それはいいな。うん、術技引き継ぎより経験値2倍の方がいいんじゃないか？いや、こっちの方がいいでしょう、どう考えてもね。うん。まあ、そしたらこれを1個取って、アイテム数30個、アイテムを1種類について30個まで持つことができる。あ、そういうことか。好感度引き継ぎとかはまあいいでしょう。コレクター図鑑最大、経験値2倍。これ欲しいんだけどなぁ。うん。まあ、とりあえずこれで新しくゲームを始めるにしたらいいのかな。セーブせずに行くよ。グレードショップの購入結果でゲームを開始します。術技は今持ってる状態でスタートっていうことになってますが、
テイルズ・オブ・ジ・アビスのコスチューム称号を手に入れました。テイルズ・オブ・ヴェスペリアのコスチューム称号、テイルズ・オブ・グリセス F のコスチューム称号、テイルズ・オブ・エクシリアのコスチューム称号。いいじゃん、いいじゃん、エクシリア2。めっちゃいっぱい手に入れたよ。本当に始まっちゃったよ。かつて、世界の中心に、マナを生む大樹があった。しかし、争いで木は枯れ、代わりに、勇者の命がマナになった。それを嘆いた女神は天へ消えた。この時女神は天使を遣わした。私が眠れば世界は滅ぶ、私を目覚めさせよ。天使は巫女を生み、巫女は天へ続く塔を目指す。これが世界再生の始まりである。起きなさい、ロイド・アーヴィング。いや、懐かしいね。ロイド、こんな時もあったな。いってー、立ったまま眠れるなんて器用ね。あ、リフィル先生、授業終わったのか。もういいわ。じゃあ今の答えを、ジーニアス、あなたが答えて。はい、姉さん。古代大戦は勇者ミトスによって聖地カーラーンで停戦されました。よろしい。その後、勇者ミトスは女神マーテルとの契約によって戦乱の原因であるディザイアンを封印しました。でもディザイアンたちは復活して俺たちを苦しめてるじゃないか。前に授業でやったでしょ。封印が弱まるとディザイアンが復活するのよ。ちょうど今のようにね。分かってるよ、忘れてただけで。今日は予言の日です。マナの巫女がマーテル様の神託を受ける重要な日よ。では巫女コレット。はい。世界再生の旅について答えて。ディザイアンを封印する旅のことです。女神マーテルの試練をこなすと、世界を守る精霊が復活し、マナも復活します。そう、さすがは巫女ね。現在の食料不足や日照りはマナの枯渇が原因です。これはディザイアンが人間牧場でマナを大量に消費しているからだと言われているわね。巫女の旅はマナを復活させディザイアンを消滅させる旅と言えるわ。では次の問題は。なんだこれは。静かに。どうやら神託が下るようね。私は聖堂の様子を見てきます。みんなは教室で自習していること、よろしい。私も一緒に。いいえ、コレット、神託なら祭司の方々がこちらまでいらっしゃるはず。あなたもここで待っているように。はい。はい、ということで Tales of Symphonia、ロイド君レベル3からスタート、術技。あれ、奥義全部使える状態になってる。飛天ショーク、魔人総破山、獅子小破山、全部使える状態になってるね、これ多分ね。おお、すごいね。使えなかったはずなのに。うん。あ、いや、ダメだね。覚えてないやつは使えないね。うん。そうね。これ、覚えてるやつしか使えないですね。うん。奥義もね。猛虎豪破傷。
うん、これ良かったね、このあれね。ということでですね、テイルズ・オブ・シンフォニアね、終了にしようかなと思います。いろいろね、疑問に思うこともありまして、コレットはさ、ね、私のお父様、本当のお父様って言ってた人がいたじゃないですか。あれがさ、でどういう話だったのかなっていう、コレットのさ、親が結局誰だったのかっていうのがね、わかんないんだよね。うん、お母さんもね、コレットの出自がね、わからないんですよ。ロイドは、クラトスが親父だってわかったじゃないですか。で、お母さんがアンナだけど、ロイドにも翼が生えたってことは、クラトスの、その遺伝子を受け継いで、翼が生えたっていうことももちろん考えられるんですけど、クラトス元人間だからね。うん、だからどっちかなんですよね。クラトスのその遺伝子を受け継いで、翼がね、その、生えるようになったのかと。でも、クラトスはでも天使になったって言ってたから、何なんだろうね。よくわかんないんだよね、その辺がね。どうやってクラトスが天使になったのかっていうね。元人間だったのはね。うん。その、エクスフィアをつけたからってことだよね、多分ね。その、クルシスの奇跡を持ってるから、ああいうことができるようになったっていうことなんでしょうけど、うん。で、ロイドの場合が、その、進化するエクスフィアをつけてたから、羽が生えたっていうことなのかな？アンナの、ね、うん。よくわからないんですよね。アンナがどういう存在だったのかっていうね。で、謎が残ってるのはまだプレイセアのね、出自もわからないし、やっぱり、フォレットの出自がやっぱ謎だよね。リヴィル先生とジーニアスは、ハーフエルフで、エルフの里で出身だってことが分かったけど、うん。分かってないのがそのあたりなんだよね。で、ゼロスのさ、ハーフエルフ事件、ハーフエルフに母親をね、殺されてしまったってゼロスは喋ってたけど、その話も回収できてないし、これね、どうやら一周じゃね、回収できないようになってるっぽいんですよ。結構大変ですよね。で、多分、隠しダンジョン、さっき言ってた、この一個の前のパートかな、隠しダンジョンっていうのがね、あったんですけど、それね、クリアしてからじゃいけないっぽいな、これ。クリアする前に行かないと隠しダンジョンに行けないって感じっぽいね。で、あと、魔装具。魔装具もね、結局揃ってないんで、まあ、それを揃えたらプレセアのね、執事っていうかな、プレセアの本当の血族というか、血脈がわかるっていうようなね、イベントになってるんでしょう。うん。ということでね、まだまだね、いっぱい謎を残してるんですけど、まあ、これをね、やり込んでいくっていうのも、ね、いいんですけど、まだ他にもやりたいゲームがいっぱいあるので、まあ、今回でね、シンフォニア一旦終了にしようかなと思っております。もしね、魔装備とかがね、簡単に手に入るんだったら、まあ、それをね、手に入れるっていう回はね、一回ぐらいやってもいいかなっていう気はしております。うん。まあ、全体的な感想としてはですね、まあ、良かった点としてはやっぱりその、ストーリーですかね。まあ、仲間を思うという、そういうね、価値観のもとでしっかり動いていってたというところと、やっぱり何らかのね、仲間がこう、問題を抱えた状態で、ね、同行してるんだけど、それをね、ロイドが、こうしっかりこう支えていくと、まあ、ロイドもね、まあ一応問題は抱えてはいるんですけど、でも他の仲間よりかはそんなに深刻じゃないというか、うん。ただロイドが思ってるそのやってきたことに対する責任っていうのは一番ロイドが重く背負ってるっちゃ背負ってるからね、世界をこう作り直すっていうね、どうなるかわからないのにね。うん、そこの責任は重たいけど、まあ、それぞれですね、過去に犯してしまったいろんな苦しみとかを全部ね、ロイドが背負い込んで、それをね、ロイドが、しっかりこう、正しいというか、前に進めるようにね、導いていくっていうね、そういうお話でしたよね。まあ、それでいて、まあ、そのロイドに助けられてるから、みんながロイドを助けて、で、助けられっていうような感じで、物語が進んでいくと。で、まあ、
ね、結局その差別されて苦しんだっていう過去があるから、ミトスは歪んだね、世界平等のね、平等の世界を作りたいと、それが機械生命体にね、全員をするということだったみたいですけどね。リーガルはエクスフィアのことを知らなかったから、エクスフィアを使ってああいうね、いろんな産業をね起こしてたんでしょう、レザレのカンパニーとしてね。知っててやってたらかなり悪どいやつだけどね、リーガルもね。エクスフィアの採掘をのね、行動も持ってたわけだから、リーガルはね。まあ、あれはエクスフィアの真実を知ってからはね、採掘をやめたんでしょうけど、それでレザレのカンパニーはね、どうやってやっていくつもりなんでしょうね、今後ね。絶対畳まないといけないよね、多分。リーガル、会長としてのリーガルは、そういったようなね、エクスフィアを使った事業はもう続けたくないって言うかもしれないけど、多分ね、ジョルジュ以下、下の者たちが許してくれないと思うんだよね。多分ね。まあ、アイアンマン、アイアンマンもなんか似たようなね、ストーリーでしたよね。会長がね、なんか武器を開発するのはもう嫌だって言うけど、会社としてはそれはね、受け入れることができないからって言って、なんか罷免かなんかしたんでしたよね、確かね。アイアンマンのストーリーもね。それに近いことがね、起こる気がするんですよね。そうなってきたときに、まあそれでも一応ブライアン伯爵だからさ、ね、貴族としての生きていくね、生き方もね、残されてるから十分ね、リーガルは。ただまあいろんな生き方ができるでしょう。で、ね、まあそういった風な、リーガルの感想言ってもしょうがないんですけど、まあそういった風なですね、助けられつつっていうような世界観と、ミトスとね、考えてる、平等に生きていくには、みんなが同じ種族になるっていうね、世界観。まああれはね、ちょっと極端すぎるし、もし同じ種族になったとしても、結局のところ、まあ、ね、エクスフィアにもやっぱ強さとか、ね、あるわけだからさ、ね、進化するエクスフィアとかもあるわけだし、結局のところそこでね、差別的な心は芽生えてくるんじゃないかなと思いますよね。まあ、ただそれでね、機械生命体になっちゃったら他人に干渉することはね、ないんじゃないかなっていう気もするんだけど、でもエクスフィアの形をね、具現化することができる人間もいるわけじゃないですか、ミトスみたいにね。だからそういったところで結局のところね、無限化してしまったらまた差別が生まれるんじゃないかとかね、いろんな矛盾はあるんですけど、まあ理想とするね、ミトスが理想とする世界は、かなりまあ、人間側からしたらまあ受け入れることはできないよね。結局のところね、世界を全部同一種族にするって言っても、しかも機械生命体にするっていうね、そういう世界ですからね。まあ、ちょっとあれに似てるよね。発想としては、AI がね、支配する世界みたいなやつ。何でしたっけ？シンプルなやつだけど、ターミネーターか。あれにちょっと似てるかな。機械生命体がどうのこうのみたいなっていうのはね。まあ、そういったような世界を、まあ、ミトスは考えていたと。まあ、最後の時のね、本当に、綺麗な終わり方だったなって気はしますね。あのアニメがね、すごくね、良かったなと思いますね、最後のね。気合が入ってるなっていう気はしました。でね、大樹につける名前はっていうのは、本当に寂しかったミトスのことを思って、絶対ミトスっていう名前にね、したんだと思いますけど、まあ、そのあたりは、ね、あれね、テイルズシリーズって結構、なんだろう、ボイス CD みたいなのがね、あるっぽいんで、そういったのでね、キャラクターのね、ストーリーの CD みたいなのがあるっぽいんで、その後の世界みたいな感じのが、なんかボイスで語られたりしてるんじゃないんだろうかな、と思ったりしております。まあ、なかなかと語ってはいるんですが、まあ、本当にね、いろんな謎を残しつつね、終わった旅だったな、という気がしますね。結局世界を一つにするんだっていう話だったけど、世界は結局二つに分離したまま、安定して終了したっていうことなんだよね、結局は。で、その間に、
今まではその種子だったんですよね。その大いなる種子っていうね状態で、あれが体重になったらもう安定して搾取し合わない構造になったっていうことで、それが世界が一つとなったっていう、そういうことで良かったんだよね、多分ね。だから最後のところにね、クリアした後にあらすじをね、もう一回これ入れてくれたら、まあ、本当にこの制作人がどういう風に考えてたかっていうのがわかるんだけど、まあ、最後は多分、プレイヤーが考えてねっていう、そういうことだと思うんですよ。ただ、あらすじを読まないとね、細かいところがなんかね、省かれてたりしてわかんないってことが結構、新聞にあったから、まあ私の予想では、まあそういった風にね、まあ、ユグドラシルができなかった、エターナルソードの使い方をロイドはできた。それによってですね、マーテルが閉じ込められてしまった、種子っていうんですかね、それが、まあ、うまく発芽させることができて、まあ、2つの世界からマナを、搾取し合うような構造にしなくて良くなったっていうことですよね。うん、まあでもそのエターナルソードでね、持ってたらその人が望んだ世界を作ることができるっていうね、なんかそういうようなね、感じでしたけどね。まあミトスが使っちゃったから、結局古代大戦を終わらせるために、ね、そういった風に世界を二つに分けると。そしてね、どっちかがこう、流星を極めてきたらどっちかが、衰退して、っていうような感じで、まあ二つの世界が対戦をしなくていいような、そういうようなね、まあそれはそれで一つのね、合理的なね、やり方っていうような気もするけどね。まあお互いがお互いをね、こう、監視し合うような感じで、抑制していけば戦争も起こらないというようなのも、まあ一つのやり方なんじゃないかというような気もしますけどね。うん、でも、まあお互いの世界が行き来できるんだったら、私が思うには、その衰退してきた世界に、ね、住むようになったら、衰退してきたら、全員その栄えてる世界に行って、で、衰退する世界がですね、またその周期的にですね、栄える周期になってきたら、栄えてる世界からまた、衰退する世界がまた、栄える周期になった時に、片方の世界から戻ってきたら、結構うまいことね、聞きしていったら、結構均衡が保たれるんじゃないかなっていう思ったんですけど、まあそれだけの人数をね、まあ、がっつり移動させるっていうのは無理だと思うんで、まあ難しいところですけど、まああのままの状態でもね、うまくやったらできたんじゃないかなっていう気がしますよね。レアバードっていう乗り物もあるわけだし、シーバラントのベースメントに行ったらね、移動できるっていう風になってたら、そういうねやり方でね生活していくっていうのもね、できなくもなかったんじゃないかなっていうね気はしてるんですよ。だから、まあ、いろんな解決方法はね、あったんでしょうけど、まあ、ロイドが選んだのは、まあ、二つの世界の、まあ、安定ですよね。安定して、その二つの世界が存在できるようにすると、いうことをロイドは選んだと。そのために必要だったのが、まあ、大いなる種子だったっけっていうのがあって、大いなる大樹か。まあ、その大樹が、しっかりこう、根付いていくということが必要だったわけだと。で、それにはですね、デリス・カーラーにマナが貯められてたのかな、大量の。そのマナを照射することによって、うまいことですね、発芽したという状況でしたよね。で、うまいことこう世界が繋がったということで、まあ、二つの世界をですね、うまく繋ぎ止めて、安定したということで終了にしようと思います。まあ、本当にね、34パート。になりましたが、途中結構長いね、謎解き等もありまして、まあ、良かった点はまあそういうストーリーですけど、まあ、謎解きのところですかね。あれがね、一つのダンジョンに行くたびに謎解きって言ってやらざるを得なかったので、あれがね非常にテンポを悪くして大変でしたね。謎解きを楽しむのじゃなくて、ストーリーをね楽しみたいっていうね気持ちがあったので、そこはね、少し引っかかったなと。しかも謎解きがだんだん複雑になってきて、なかなかね、一筋縄でいかない謎解きとかが増えてきちゃったりとかしてきたので、あと無駄にマップは広い割に、ずっと一本道だったりとかね、時間だけがかかるっていうね、
マップとかがあったりして、そこもね、少し引っかかったなっていう気はしますね、シンフォニアに関しては。まあ、このあたりは多分ね、新しいテイルズはいろいろ改善されてるんじゃないかなという気はしますよね。うん。まあ、今度テイルズ・オブ・アライズだったかなっていうのも出ると思いますけど、まあ多分、テイルズシリーズはシリーズ通してやっぱり精霊っていうのがね、関わってくるんじゃないかなと。またね、ストーリーとして、関わってきて、そして、ね、一人を裏切り者がいるでしょう。そして、年齢もね、いろいろバラバラで、おじさんキャラと、まあ、子供キャラと、まあ、青年と、で、まあ、ボインちゃんと、みたいな感じで、まあ、グラマーなお姉さんとかね、多分そんな感じでまた、そういったキャラクターでね、どん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 続いていくんじゃないかなと思っております。まあ、非常にね、印象的な作品でございましたが、ね、途中ね、久しぶりにね、中断してたシンフォニーやってみようかなって思ったらね、面白くてですね、一気にね、ここまで駆け抜けていくことになりました。結局ね、ディザイアンっていうのはね、よくわからなかったんですけど、まあ、クルシスという組織の、まあ、駒みたいな感じだったのかな、ディザイアンっていうのはね。で、そこからまあ、エクスフィアを作り出すっていうね、作業をしていたと。結局、エクスフィアを作るっていうこと自体が、無機生命体を作るっていうね、そのね、ミトスの目標をね、のためにやってたっていうようなところもあるんでしょうけど、それだったらね、別に人間牧場とかね、やるんだって、しかも結構、なんだろう、しっかり協定とか結んじゃったりしてね、よくわかんないんだよね、やってたことがね。それやるんだったらさ、全員無期生命体にするためだったら全員収容したらいいんじゃない？人間牧場に。っていう気がするんだけど、そうなってないところもね、ありましたもんね。パルマコスタとかもね、一定数の人数しかね、入れないみたいな感じのね、よくわかんないね、やり方でやってて。まあ、その辺が少しね、よくわからないんですよ。ミトスやディザイアンのね、やってることはね。で、その、レネゲード？レネゲードの目的がね、結局何だったのかっていうのもね、いまいちよくわからなくてですね。まあ、レネゲードも、要はその衰退世界、というかその二つの世界が、マナを、こう、搾取し合うような世界を止めたかったと、いうことなんでしょう。で、結局レネゲードとしては、それがね、魔導法を使って、こっちの世界の、シルバラントの世界のマナを照射すれば、大樹が発芽して、うまいこと世界が安定すると思ってたけど、そうじゃなかったと。結局、それをやるためには、エターナルソードが必要だったっていうね、そういうことだったんだよね。だから目的は一応ロイドたちと一緒だったけど、やり方が間違えちゃったから、うまくいかなかったっていう、そういう存在なんですよね。結局一番正しいやり方をしたのが、クラトスだったんだよね。クラトスはそのエターナルソードが必要っていうのは知ってて、で、それがないと、その、世界を二つにしたものを、また一つのね、安定した世界に、それぞれ安定した世界に戻すっていうのができないってことをクラトスは知ってたから、だから、それ、ね、クラトスとユアンが一緒に協力してね、元仲間だったらね、やればよかったのにって思うんだけど、よくわかんないんだよね、そのあたりがね。クラトスがなんでイグドラシルにさ、仕えてたのかっていうのもよくわかんないし、イグドラシルがクラトスのさ、動きをさ、こう、察知できなかったっていうのもよくわかんないんだよね。あれだけさ、大きな組織でさ、動いてて、で、まあね、明らかにこう、クラトスがね、裏切ってるようなね、素振りを見せてるんだからさ、監視つけるというか、なんだろう。でもまあ、クラトスはもともとそうか、ロイドのことはだって息子だってもう分かってるんでしょ多分。この、レネゲードとか、ね、クルシスのメンバーは。だからそのあたりもね、クラトスがなんかこう、ロイドに加担しないかなとかさ、ね、少しぐらいは考えて見張っててもいいはずなんだけど、結構自由に泳がせてるんだよね。で、結局は、その、ね、親玉であるミトスを倒してしまうような、
エターナルソードまで届いてしまうような装備、アイテム、材料をね、クラトスに集めさせてしまってるから、よくわかんないんだよね、そのあたりもね。疑問はいっぱいあるんだけど、うん。まあ、メンバーに関する疑問としては本当に、ね、コレットの出自だよね。コレットがどういう、誰の、どこで生まれたのかっていうのはね、よくわからないっていうね。うん。で、まあ、あとはプレッシャーかな。その二つは謎だよね。うん。ということでね、いろいろ謎を残しておりますが、まあ何かしらね、これだっていうものをね、また調べて、出てきたら、まあお話できたらいいかなと。ね、次の、もし、サブ的なね、一回をね、プレイさせていただいたときに、何か語らせていただければいいかなと思っております。まあいろいろ推測とかがね、多分そのブログとかにもあるかもしれないので、まあそういったのを見て、ね、情報を集めてみようかなと思います。で、みんなのね、最強武器とかも結局わからなかったし、闇の装備も揃わなかったし、うん。術技もね、結局全部揃わなかったですし、最強の奥義とかもあったんじゃないかなと、ね、思ってるんですよね。で、見れなかったスキットとかもね、多分いっぱいあるし、称号も全部ね、全く揃ってないと思うんで、かなり取り逃しもありますが、まあ、シンフォニア、クリアできてよかったと思います。でね、まあ、しっかりしたね、ストーリーもね、楽しむこともできたので、よかったと思います。ということでですね、シンフォニアこれにてですね、ストーリー編はね、終了にしようと思います。まあ、このね、ロイドたちの、まあ、理想の世界っていうのも、まあ、納得できる部分もあるし、納得できない部分もあるなっていう気持ちもありますけどね。うん。まあ、そのあたりもね、またね、語っていければいいかなと思いますけどね。だから本当にシルバラントとさ、そのテセラが交流できるってことが分かった時点で、もっとなんかやりようがあったっていうのもあるし、クラトスとそのユアンがですね、別々に行動しなきゃせずにやってればもっとやり方もあったし、うん、そもそもそのね、ゼロスもそのエターナルソードを使えてた。まあ、ゼロスが使ったらちょっとあんまりいいことにはならなかったと思うけど、まあ、クラトスが使ってもそうか、オリジン封印してたしね、クラトスが自分で。だからオリジンの力がないとエターナルソード使えないんだから、自分で封印しちゃったらね、どうしようもないもんね、クラトスね。自分で封印解いたら自分が死んじゃうから、何もできないしね。あ、でもそれだったら、ユアンに任せて、クラトスが倒れて、ユアンが世界を一つにするっていうやり方をやっとけば、ね、テイルズ・オブ・ユアンになってたかもしれないのにね。まあ、いろいろ考えることはいっぱいありますが、まあ、ストーリーとしてはこんな感じになったなっていう感じですね。まあ、うまくね、世界を救えてよかったんじゃないかなと思いますね。で、これからのね、メンバーのね、同行もね、結局みんなで一緒にね、集まってね、生活するっていうわけじゃなくて、それぞれがそれぞれの道をね、歩き出すっていうね、ストーリーになってたので、まあそれはそれでね、まあ前向きなね、終わり方だと思いますけど、なんかね、みんなでね、一緒に過ごしてほしいなっていうね、気持ちもね、やっぱりね、長く一緒に旅してきたメンバーと一緒に過ごして、なんか新しくね、世界をね、しっかりこう、差別をなくすっていうその目標のためにみんな動いていってほしかったなっていう気持ちもねありますけどね。まあそれぞれのね、目標が見つかってそれぞれがですね歩み出すという終わり方になっておりました。うん。ということで、また印象にね印象的な、ストーリーのゲームをクリアさせていただいたということで、今回はここで終了したいと思います。ご視聴誠にありがとうございます。まああと一回ぐらいはねやるかもしれないので、その時はご視聴よろしくお願いいたします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。あ、チャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いしますね。はい、ではまたね。バイバーイ。